エラーが出てるのにそのエラーの内容がわからないっていう問い合わせがたくさんありまして、単純に用紙のセットがまずかったとかそういう形でもあるんですけど、そういう要望がたくさんあるっていうところで、改善できる方法はないかとちょっと考えておりました。故障した時に連絡する先がすぐに分かるようになったことはすごく嬉しいです。みんなでどこだったかなっていつも慌てて番号を探しているので、はい、簡単になりました。金沢医科大学病院は835床の病床を要し、医師、看護師等を含め約1900名の職員が従事し、日本海側最大級のメディカルセンターとして機能している。頻繁に電話での問い合わせと、あとはやっぱりちょっと緊急性がある場合はちょっと時間外でも電話がかかってきたりとかしますので、そういう形の時は携帯電話に問い合わせがあったりとか、日中の電話の対応が減ると考えて、今回導入してみたいと思っております。多い時はそうですね、連休明けとかだと100超える時もありますし、だいたい 5,60 人は1日には必ずいらっしゃいます。交換の仕方が忘れてしまう時があって、一人の時だと分かる人は来るまで待ってて時間のロスがあったりはしました。交換しやすくなって、交換する時の動画が入ったのでそれを見ながら一人でできるので時間が短縮できてよかったなと思ってます。エラー表示っていうのが出るようになったので、問い合わせる時とかもそれを見て問い合わせることができるようになったので楽になったなというふうに思っています。基本的には電話だけで対応できるのは確実に増えたと思います。で、今置かせていただいている場所っていうのは問い合わせが多かったところにちょっと置かせてもらっておりますので、それ以降ちょっと問い合わせはほとんどないので、うまくいってるものだとちょっと私たちは思っております。やはりプリンター本体でネットワーク設定ができるということは一番私たち助かっております。基本的には一旦、プリンターをパソコンから設定を読み込ませて IP アドレスとかの設定を行っておりましたので、今でしたらもう画面で設定をして持ってって本当に入れ替えるだけで使えるようになるっていう、それは大変管理側としては助かっております。